皆川まりなは、神奈川県鎌倉市出身のバイオリニスト、会社経営者。東方女子高等学校音楽科、東方学園大学音楽学部卒業。合同会社デュアル AMPK、所属、バイオリンは、かっこいい。おテーマに、クラシック、単語、ロック、ポップスはニソン、メタル等幅広いジャンルにて、活動を行っている。学生時代より、スタジオミュージシャンとして、 様々ジャンルのレコーディングライブサポートなどを行う。2016年1月より、弦楽器ユニット、クレイダールを結成。2016年12月4チューンガールズオーケストラの一員として、シングル、ミユで、メジャーデビュー。2017年7月にアニソングランプリ九州、大会優勝者のコツカースカとの、ボーカルバイオリンユニット、エースカイ・オブ・マグノリア結成。 2019年12月解散。ヒルトン東京のマーブルラウンジ、アリスハロウィントリックでレギュラー演奏で、外資系一流ホテルでのアニソン演奏が話題となり、来場客によりツイッター投稿された動画が最高で67万回以上再生されるなど、ヒルトンシャングレイラの人、ウサギのお姉さんと話題になる。2020年以降は、ライブ、サポート活動以外に、 自社スタジオを設立。その後増改築と機材のアップグレードを行い、自社スタジオレコーディングでメジャーアーティスト案件へも音源を提供。声優や女優、ナレーターとしても活動。ライブコンサートイベント舞台サポート。ありがとうございます。